どうも、ブヒケンです。本日は木曜日、皆さん今日からお盆休みですかね。ちょっとね、もう私もパーツが到着しないし、やれることやっちゃったもんで、もうほぼ休業中の状態ですね。まあかといってね、今日は雨降ってるからまだいいけどね、かといって2階も暑くて入れねえからな。よいしょ。コロナがこんなになる前はね、こういう連休とかがあるとね、誰かしら遊び来てたんですけどね、今はそういうやつもねいないだろうからね。あ、これも昨日掃除してつけときました。まあ、こっちもねちょっと残りのねシャフト買ったりとかベアリング買ったりっていうのがちょっと今のところできないので、ここで止まってる状態ですね。ちょっとね乗っけるだけ乗っけてみた。これを使うわけではないんですが、在庫品としてね置いてあったのでね、今これと一緒のやつがくっついてるんですけど、で一回火が出た時にジョコンドさん買っといたやつですね。まあ、結局そのまま使っちゃってるんですけどね。だもんでこのセットをこれで使うかどうかは分かんないけど、とりあえずね乗っけてみた。かっこいいね、乗っけると。いいね、綺麗なのはいいね。あ、デスビもあれは使わないですよこれも使うか分かんないし、これも使うか分かんないけど、ちょっとねつけといてみた。それっぽく見えるから。やべえ、かっちょいいということで暇だな。誰か遊び来ねえかな。来るわけないよね。外出は控えなさいってテレビでやってるもんね。なんだっけ、不要不急の外出はね、おやめくださいってテレビでずっとやってるもんね、お盆でも。そう、昨日ねちょっとね、いて、クランクシャフトの方もちょっと見てたんだけど、これエレー段がついちゃってんだよな、あのシリンダーが。ここは大丈夫、ここすごいんだよ、こことここ思いっきり段がついてる。あ、映ってるかな、これ削れてるよね、もうね、摩耗してこうなっちゃってると思うんだよな。ここは大丈夫だけど、ここねえ、これだからこっちもダメじゃないかな。まあ、多分計測すると規定値より細くなっちゃってると思うんで、そうそう、ここにはめるメタルの部分の厚みがちょっと違うやつがあるので、それで対応すんのかな。でもここまでひどいってなかなかじゃない？ここ、こっちはねそんなに減ってないんだよね。こっちがすごいのよ、楕円みたいになっちゃってる。そうか、そうするとな、クランクシャフトも売ってるには売ってんだろうな。オークションで中古出ねえかな。時々出ますもんね実動エンジンから外したやつでっていうのか。でもな、どうするかね、どうするかね、クーちゃんそういうのも新品は高いけどな、できれば新品で組みたいけどね。
視聴者様、誰かカムシャフトを持ってたら譲ってください。カムシャフトとクランクシャフト、変な風に段付きがないやつお願いします。そんな持ってるやついねえよって。持ってたとしたら自分で何かやるために持ってるでしょうね。譲ってくれるやつなんかいねえよって。参ったね、くーちゃん。はい、シリンダー全部きれいにしました。やれるだけね、やれるだけやった。よし、でもまあこんだけきれいだったら全然ね。よし、何やるか。暇なのでオルタネーターをきれいにしようと思います。あの捨てちゃう予定だったやつね。確かね、壊れてはいなかった、使えてたと思うんだよな、記憶が定かじゃないんだけど。ただ外観がここまで汚かったもんで取り外したやつだった覚えがあるんだよね。なんでちょっとね、綺麗にしてみましょう。あら、くーちゃん。よいしょ、見張りご苦労さん。くーちゃん見張ってても誰も来ないよ。えい、ー、えい、ー、甘いまちゃん、甘いまちゃん。